おはようございます。2024年10月の9日、今日は水曜日ですから、江南駅の、東口ですね。こちらの方でご挨拶運動をさせていただきます。改めましておはようございます。江南市議会議員の大藪豊和でございます。どうぞ本日もよろしくお願い申し上げます。さて、今日ですね、皆さんにお知らせしたいのが、マイナンバーカードの件です。まもなくこのマイナンバーカード、もうすでに去年あたりからですね、保険証と一緒になりまして、マイナ保険証になっております。この後、免許証とまた合体して、免許証も一緒になってくるということで、可能な限り今のうちにマイナンバーカードを、ご利用いただきたい、作っていただきたい。そして、これがある程度普及してきますと、今度はですね、我々が持っているこういったスマートフォンとかね、こういったものにマイナンバーカードが入ってまいります。かなりの普及率になってくるとは思うところが、実はですね、現在そのマイナンバーカードの普及率が頭打ちになっている状態で、一部やはりまだマイナンバーカードを申請されていない方がおいでだというふうに私も聞いております。こういった方のためにですね、多くはですね、なんかマイナンバーカードの申請の仕方がわからないとか、まだね、特に利用するにはなんか 何がいいかよくわかんないという方もたくさんお見えだというふうに聞きます。マイナンバーカードを使っていて、中には少数意見でしょうが、穴も作るもんじゃないわというね、個人情報が漏れたらどうするんだというような、そんなご意見もありますが、いろんなね、脆弱性等も考えてはおりますものの、今のところ今日現在私がですね、このマイナンバーカードを持っていて不自由になったとか、何か犯罪に巻き込まれたとか、何か困ったことがあったということは一度もありません。逆にじゃあ利便性、便利さはどうかというと、非常に便利です。これね、たった1枚でいろんなものがね、利用できます。江南ですと図書カードにもなりますからね、1枚でもういろんなカードが一生負担になりますからね、非常に便利です。ぜひともご家族の中で、マイナンバーカードまだお持ちでない方が見えましたら、私の SNS か、もしくはこの動画の解説のところに QR コード、URL ですね、URL が貼り付けてありますので、ここをご覧ください。この10月、11月、12月と特別に江南市民だけに、出張サービス、無料の出張サービス、マイナンバーカードの申請出張サービスで、なんとちょっと中にはね、おいおいという方が見えるかもしれませんが、マイナンバーカードに使います写真、これ無料で写すことができます。ぜひともね、ご利用いただければというふうに思ってます。家族の中でマイナンバーカードをお持ちでない方がございましたら、ご家族の方をどうぞ一緒にですね、いろんな会場があります。トコトコラボであるとか、それから KTX アリーナであるとか、いろんなところで、アピタ西店、こういったところとかね、いろんなところでね、出張サービスをやりますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。さて、話題変えりまして、今日この10月9日は何の日かというと、実は今日はですね、熟睡の日という日だそうです。熟睡、大藪どうかというと、毎日熟睡しております。ショートスリーパーだというふうによく言われます。ショートスリッパだと自分でも思ってます。だから何でしょうね、なかなか蹴ってもなくても起きない。でしかも寝落ちするときは数秒です。寝るよって言ってね、そのまま布団かぶって、5秒ですね、でもうそのまま爆睡状態に入ってきます。ショートスリッパを推奨はいたしません。ぜひロングスリッパでね、皆さんゆっくり熟睡していただきたいとは思うものの、なかなか寝つけない方、やはり適度な運動などで体を疲れさせるというのは大事だそうです。ぜひともね、やってみてください。そしてですね、僕ね、お昼寝をめちゃめちゃ推奨してるんですよ。お食事をとった後に僕は必ず20分間爆睡してます。実は今日の SNS の写真は、私が爆睡してるところを、ある人に、なんか盗撮されたんですね。これ8月ぐらいだったと思います。盗撮されて、お前こんな顔して寝てるんだみたいな感じでね、もうね、声をかけても起きねえじゃねえかみたいな感じで写真を撮られた、その写真をね、利用してますので、アホ顔が私のね、爆睡というか、もう超爆睡状態のバカ顔が写ってますので、またご覧ください。
さあ今日水曜日、天気の方は今日はですね、この後雨が上がって天候が良くなるというふうに聞いております。今日も素敵な一日になりますように。週の半ば楽しく、あ、朝寒いですから長袖着てきてくださいね。めっちゃ寒いですよ。はい、ということで今日も素敵な一日になりますように。いってらっしゃいませ。ごきげんよう。